香港チャンネル。質問が来ております。はい。元国税局の局員職員らが、はい、持続化給付金を騙し取っていた問題ですが、はい、これについてどう思いますかと。うん、あかんに決まっとるかな。あかんそうですよね。そんなもん終わりやもん。そんなもん。何を考えとんねんっていうか、国税局の職員が2人かな、はい、で、あと、なんか、証券会社。元証券会社。はい、7人やろ。そうですね。ほんで、仮想通貨じゃなくて、暗号通貨。暗号通貨。暗号通貨って何なの、はい、仮想通貨と一緒です。名前が違うだけ。あ、そうなん、はい。だからそのビットコインとかそういう。はい、そこに、はい、だから、そういうことばっかり考えててんやろな。金儲けの。働きながら。ほんで、女の子、はいはい、おるやん、はい。その手続き、はい、の、申請を作ってたって言って、うん、私は、預かりしなん、ただ作ってくれって言われたからって言ってるやろ。じゃあ、それもな、もう、まかり通れへんと思うねん。うん、それもな、田舎から出てきてやで、上京して、やってて、うん、ね、両親や兄弟、ね、親戚おんでやん。うん、またな、一生、こうちゃんとしたところで働かれへん。名前も出てもうてますからね。ああ、ほんで、顔も出てるから、デジタルタトゥーやろ、はい、うん。まあ、まあ、なんやろうな、うん。その、それ以上に儲けて、まあ、これで、詐欺やから、何年か。まあ、実刑でね。やって、うん、出てきたら、またできるわ、と。うん、違う。まあ、まあ、表だったことはせえへんけども、うん、その裏稼業みたいなことなんねやろな、うん。うん。そのお金も残ってたらな、うん。でも、なんかこれ、その、リーダー格の男がそのドバイかなんかに逃げてて。なんでもドバイやな。で、その大半のお金をそのリーダー格の男が持ってるみたいな話はあって。そうやろ。だからみんなうまいことを、そのリーダー格って何歳のやつ ?30 代とか出てますね。だからそいつが絵描いて、ほんで、20何歳の子とか全部。国税局の職員とか利用されて。うん。ほんで、セミナーとかやっとってんのね。セミナーなんか、あかんで。なんかね、今ありますもんね、本当にね。じゃあ、から、その、9億6千万、はい、騙した、うん、家族、はい、もう、な、ね、はい、それもセミナー開いとってんやろ。はいはい、もうだから、なんで言うたら海外やろ。じゃあ、海外行ったって分かるんじゃん、ビザ出してんねんから。いや、そうですよね。うん。うん。だから、そんなんで、国際指名手配して、はい、即捕まえてね。うん、ね。もう、そんなもん。我々の血税ですや。そうですね。そういうことをやったらあかんと思うよね。うん、ただこれ確定申告書を作っててんやろ。ああ、そうですそうです。うん、その大学生とかをなんか個人事業主とかにして、で、はい、その子らの会社やっていうことにして、うん、そうやろ、もうむちゃくちゃやん、うん、それ、ね。それはあれやわ、国税で働いてたからなせる技。うん、そうやろ、そうです。ほんで、簡素化してて、うん、言うてる、国税の人間とか、そんなんでできねえな。ほら、簡素化って言われて、あれ、ややこしかったで。そうですよね。うん。いっぱい送らなあかんし、うん、ほんで、なんか、全履歴証明書みたいなのあるやん。はいはい。なんか、な。あります、あります。財務大臣が国税局のなんかな、はい、もらわなあかんやん、あれ、はい、あんなもあって、そんなもん。もうね、その、やっぱ中で働いてたそんなもんあるんでしょうね、簡単にできるね、なんかが。分かってんねやろな。うん、いや、だから、これとこれとこれを揃えたらええって、うん、はい、分かりやん、はい。向こうは受けてやから、うん、こう、あ、これとこれとこれがあったらいけんねんから、すぐできるやん、はいはい。見れるから人のんな。うん。俺ら見られへんやん、はい。あの、ひな形はあるけども。はいはい、うん。そうやろ、うん。ただそれも、今、タックスやからな。あ、その偽造できんの、ああ、あれやん、そうですね、そうやろ、税理士に一回見して、やらなあかんのにっていうのもあるから、うん、でもそれだから言われたそういう人らも悪いと思って、あ、そうなんや、俺個人事業主でなんかバイトとかしてたらいけんねやみたいな感覚かもわかんないですもんね、うん、なんか簡単にそれ作るのはしゃけど、それ、あれやで、去年その半額になった月を対象にしてなかった。ああ、去年のそのね、はいはい。言うても2年か3年間はやってるっていう。そうですね。そうやろ、はい、じゃあその時点で、
いや、俺やってないのに。まあ。詐欺で俺あかんやんって分かるやん。確かにね。うん、あこんなもん、もう、むちゃくちゃやこれな、あの、ねえ、その、簡素化して迅速に配れるようにしたって、言うてやけど、日本のんってどうなんかなとか思うのよね。紐づいてないっていうのもあるやん。うん、そのマイナンバーとかそういうのもあるし、はいはい、だアメリカとかはやっぱり最初に全部に早く配ろうっていうやり方なんでしょ、はいはい、ほんで、後からまた調子そう後から違う悪いやつを捕まえていくもうだからまあな性善説にのっとって最初はやりましたそやけどこうやって、やっていくほんでこの何ですかこの嘘で申請した人間も今言うたら、うん、咎め変動って言って すごい変動があんねやろあなるほどね、うん、あなんかあもしかしたら俺のこれはあれやったかもみたいなのもあるしね、うん、なんか疑心暗鬼、うん、そうそうほんでまるっきり嘘で申請してるやつもおるでそれはあかんやんな、うん、それはダメですね、うん、間違って、ちょっと、あこれ月がチコってって言うねやったらまだわかるけども、うんほんまに確信犯でやってるやつはね。じゃあこんなんて、もう、必要悪って言うたらあかんけども、枠って言うたらあかんけど、絶対おるやん。まあ、言ってますよね、それ公務員とかにもね。うん、こんなやつ、ね、真面目に働いてる人がね、おる中でこういうことをやるやつらの気がしね。うん。うん、だから、これはどうしたもんかな、刑罰を、ねまあ、もっと重くしてとか重くしてっちゅうかもうさせへんようなシステム、うん、途中でやってることがバレた時でもすっごい重い罪とか、うんまあ、っていうところなんですけどねほんまにもうもう前もこういう経産省の、ね、役人がやってるとかもありましたしあったあった、うん給付金の給付金、はい、だからせやな、そんなん全部忘れていくやん。はい。役人が、ね。ほんだらね、これも、性善説やん、うん。国会議員がそんなことするわけない。県議会議員がそんなことするわけない。うんね、するわけないっていうやつが、公職選挙法違反で捕まるか確かにね。アホ。ほんまに。なあ、わけのわからんやつ、言うとるやつおるやん。はい、なんか、あれは、あれなんやろうな、ほんまに。スラップ訴訟。うん。っていうか、そんなんでございますわ。はい。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、いいねを押していただければ、また私も励みになりますので、よろしくお願いします。香港からのお知らせでした。